皆さんはじめまして。ここでは中国語版のドラクエを日本語に訳しながらプレイしていきます。ここに来られる皆様は多分ドラクエをプレイされたことのある方が多いと思いますが、ドラクエの魅力の一つってテキスト回しの秀逸だと思うのですよね。じゃあこのテキストが海外ではどのように表現されているのだろうと興味を持ったのが始めようとしたきっかけです。今回は中国語版のドラクエ3をプレイしてみます。ドラクエ3は僕も好きなシリーズですし、ファンの方も多いのでゲームの魅力が伝わるよう一生懸命頑張っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いします。シュン、シュン、私の声は聞こえますか？私は全てを管理する者。やがてあなたは真の勇者として私の前に現れるでしょう。しかしその前に、あなたがどのような人間であるというかを私に教えてほしいのです。私の質問に正直に答えてください。準備はいいですか？まずあなたの本当の名前を教えてください。本当の名前っていうのは、本当は勇者の名前じゃなくて、プレイしているプレイヤーの名前になります。生まれた月を教えてください。今日の日付にしますか。7月14日、カニ座、これでいいですか？はい。では、シュン。あなたにいくつか質問をします。あまり複雑に考えないで、正直に答えてください。そうすることで、私があなたのことをより理解することができるでしょう。いいですか？では、質問を始めます。冒険に出るとき、強い武器や防具を持っているとより安心できますか？まあ、はい。防具に比べて武器の方により多くのお金をかけますか？うん、はいですかね。近くでも高い宿屋に比べて、面倒でも、遠くの安い宿屋に泊まりますか？うん、はいかな。いつも考え事をしてて、なんか眠れなくなりますか？うん、はいですかね。いつも夢を見ますか？はいかな。あまり夢の内容を覚えてないですけど。誰かに追われる夢を見ますか？あんまりそういう夢は見ないですかね。体を動かすことは好きですか？はい。小さなことでも、すぐ何かしようと焦りますか？何か思い立ったらすぐに行動する方ですか？まあはいですかね。なんだ、自分が、なんだこれ、ちょっとわかんないよこれ。何かが起こった時にいつも
何かを始めた時に周りがのことは見えなくなりますか。うん、見えなくなりますね。これはなんだ、ご飯を食べながら食べたりしてる時に、なんかちょっとわからん。道に歩いてて、石につまずいて転んだ時に、転んだのは石が悪いんではなくって自分が悪いと思いますか。まあ、自罰的か他罰的かってことですね。これははいですかね。はい。これで、あなたのことがより分かりました。では、これが最後の質問です。どこからか、女性の独り言が聞こえる。ふふふ、もうすぐよ。あの宝石がもうすぐ私のものになる。そうよ、隣の国が持ってても意味ないもん。私が持ってて初めて意味があるわ。はははん？どうしたの？あなたも知ってるでしょ？私の国家が今大変なの。そう、隣の国が私の国に攻め寄ってこようとしてんの。この事件の後、王様は、隣の国に攻め寄るってことを決めた。今からすぐ出発するわ。あなたも頑張りなさい。みんなよく聞け。恥知らずの隣の国が我々を攻めようとしている。しかし幸運なことに王妃の情報によって我々は事前にそれを知ることができた。もし向こうから攻められてきたしたら、我が国は必ず間違いなく乱れていたであろう。だから私は向こうが攻めてくる前にこっちから攻めることにする。アンビル将軍どう思う？はい、その情報が確かなら国王の判断は正しいと思います。あはは、心配いらん。王妃が私に嘘を言う必要などあるか。そうだろう将軍。はい、その通りです。わかった、じゃあ出発だ。行け、勇敢な兵士たちを。はい。見慣れないやつだな。前も参加しないのか。何？前も参加するのか。遅い。もうみんな出発してるぞ。前も早く行け。ああ困った。どうしよう。ん？見慣れないやつだな。まあこの際誰でもいいや。よく聞いてくれ。例えばもし王様の言ってることが間違ってたとして国王の命令はそれでも疑ってはいけないものなのか。まあ社会人なんですから上司の言うことは聞いた方がいいんじゃないでしょうか。そうか、王様の命令はそれほど大事なものなのか。まあだって王様に逆らうとあなたは大臣クビになりますよ。うん、分かった、下がってよいぞ。はい。
私は全てを管理するもの。今、あなたがどのような人間かはっきり分かりました。チュン、あなたはスキベですね。突然スキベと言われて、顔が赤くなったでしょう。あなたは自分がスキベであるということを隠しています。表に出すことはありませんが、でも、いや、女の子だったら誰でも好きです。ぼーっとしてるときに好きな人のことを思い描いているでしょう。ノートの落書きに好きな人の名前を書いてたりします。しかもそれでなんかクスクス笑ったりとか、そういったことをいつもしています。いやー、そんなことありませんが、あなたはいつも思っているでしょう。まさか自分がスキベなんじゃないかと。私は今はっきりあなたに言います。あなたはスキベです。しかもかなりのスキベです。でも心配しないでください。それがあなたの性格です。ひどっ。そうっすか、スケベっすか。気づいてませんでした。那是在瞬，是流水，顺利当天发现的事。起来吧，快起来吧，我可爱的瞬。おはよう、瞬。もう朝ですよ。今日はとっても大事な日、瞬。今日は王様に冒険にいることを許可をお願いする日です。この日のためにお母さんはあなたを勇敢な男の子として育ってきました。性格診断の結果見てみましょうか。スケベ。スケベですか。この道をまっすぐ行くとアリアハンの城に着きます。王様に挨拶するときはちゃんと注意してね。じゃあ早く行きなさい。はい、行きます。ファンインライダーアリアハンじゃん。アリアハンの城へようこそ。王様はこの上にいます。よくぞ来た勇敢なオルテガの子シュンよ。すでに母親から聞いておろう。そなたの父オルテガは戦いの中で火山に落とし命を落とした。しかし父の思いを継いで冒険に出ようという決心、私はしっかり受け止めたぞ。そなただったら父親の意志を継いで世界を平和にしてくれると信じている。
敵の名前は魔王バラモスじゃ。世界の大部分の人はまだ、バラモスの名前さえも聞いたことがない。でもこのままでは、世界は遅かれ早かれ魔王バラモスの 手の中に落ちる。どんなことがあってもそういったことは阻止しなくてはいけない。シュンよ、魔王バラモスを倒しに行くのだ。しかしそなた一人で行くとすると、再び父親オルテガの不幸と同じことになるかもしれない。まず最初に酒場に行って仲間を探してと、この装備を使うのだと。シュンは50ゴールドの武器と防具を袋の中に入れた。さあ行け、シュン。武器と防具は装備して初めて意味があります。持ってるだけあったら意味ないですよ。あ、これあれですね、ドラクエでいつも序盤で聞くセリフ、武器と防具は持ってるだけあったら意味はないぞ、装備しないとダメだぜっていうやつですね。はい、では、王様に酒場に行けって言われたので、ルイダの酒場に行ってみましょう。ここはルイダの店。旅人が、仲間を探し集まり別れる酒場よ。何の用かしら。仲間を加える、仲間を預ける、名簿を見る。じゃあ名簿を見てみましょうか。ライナスさん、戦士。これなんだ、王ぐらい、ちょっと違うかな。エルンスト、僧侶。寂しくなりやすい、寂しがり屋ですかね。ローザ、魔法使い、優しい人。はい、じゃあこの3人を仲間にしていきます。はい、では冒険の準備が整いましたので出発したいと思います。はい、モンスターです。はい、ドラクエといえばこのモンスターですよね、スライム。中国語ではどっちかって言ったらスライムというよりもシライムの発音の方が近いです。で、コマンド見ていきましょうか。戦闘、作戦、逃げる。それぞれ戦う、作戦、逃げるになります。作戦の中身ですけども、こちらですね、全力で進め、ガンガン行こうぜ、現状に合わせて努力して戦え、バッチリ頑張れですかね。俺を頼れ、俺に任せろ、呪文禁止、呪文使うな、命を惜しめ、命を大事に、俺の指示を聞け、命令させろですね。で戦う、で、攻撃、道具、呪文、防御。で攻撃、攻撃で呪文はこれ、ホイミーですね。中国語ではホイミーになります。で、こっちが呪文メラ、中国語で発音するとメイラです。スライムたちをやっつけた。それぞれ6ポイントの経験値を獲得、12ゴールドを手に入れた。はい、レベルが上がった時はこういう表示になります。最大ヒットポイントが6上がった。力、素早さ、体力、賢さ、運の良さが上がりました。エルンストは、ニフラムを覚えた。
はい、こんな感じでプレイしていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。中国語には簡体字と繁体字という2つの文字が存在します。簡体字は主に中国で使われている漢字で、繁体字は香港や台湾などで使われている文字です。漢字と一口に言いましても、簡体字と繁体字、それに日本の漢字で全て違います。例えば、ドラゴンクエストって、中国語では勇者と悪竜、ヨンジャドウアーロンと書けますが、これを簡体字、繁体字で書くとそれぞれこうなります。繁体字の方が日本の漢字に近いので、中国語を勉強したことのない方は繁体字の方が読みやすいかもしれませんが、僕もそうですけども、中国語を勉強されている方はおそらく大半が簡体字で勉強されていると思いますので、繁体字で出されると逆になれないかもしれません。今回プレイするドラクエは繁体字表記になっています。繁体字も繁体字で見慣れない文字が多くて分かりにくいところもありますが、漢字が読めちゃえば意外にすんなり訳せます。例えばこちらのサブタイトルですけども、繁体字だと何言ってんのかさっぱり分かりませんが、日本の漢字に直すとこうなります。伝説の起点、つまり伝説の始まりと訳すことができまして、これが日本版のサブタイトル、そして伝説でになるわけです。繁体字と簡体字の対応表です。こちらに出てくるのは今後のプレイでもよく出てきますので、覚えておくと理解がスムーズになると思います。他にネットとかにも簡体字と繁体字の対応表がありますので、興味のある方は合わせてご参照ください。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。